間を作らないように筆記具に沿わせる。親指は力まず軽く当て、人差し指より上に。手のひらにゆったりした空間を作る。つける、上げる、ふっくらに気をつけましょう。縦の線は緩んだ手を締めることで描きます。パーとグーの動きが大事です。ゆったり緩んだ手を丁寧に締めましょう。横の線を描くときは手首の外側の骨のあたりが紙に触れるようにします。手首を左右にシュッシュッとリズムよく振ってください。関節を緩めることが大事です。ひらがなに多く出てくる円や曲線を美しく描くのに役立つ動きです。小指が大きく動くほど大きな円となります。縦方向、横方向、円運動の組み合わせがマスターできます。小指を中心にしてくるくる動かしましょう。文字はパーツの組み合わせです。羽、払いなどのパーツ練習をすると綺麗に描けるようになります。指先を緩めたり締めたりを意識して行いましょう。字が綺麗に描けない原因は筆記具の持ち方にあります。この本ではその正しい持ち方と動かし方を解説しています。ぜひ直接書き込みながら練習をなさってください。